横浜国立大学の副島優子です。それではおつまみ特派員からのメールをご紹介します。ある和菓子専門の老舗が横浜にあります。代々続くその味はとても上品な甘さがしておすすめですということで、今回のテーマは浜の老舗の味と技です。はい、浜の老舗も結構いろいろ紹介してきたよね。はい、いや本当にそういう伝統ね。もう珍しいんですよ。珍しい、はい、ちょっと横浜なのに昔ながらを見れるんで。横浜なのに、横浜だから歴史ある、歴史あるよ。いやでも横浜って都会じゃないですか。でなんかすごいお店がキラキラしてるんですけど、そこでもあるものを見れるんですよ。なんだろうな、はい、気になる。気になりますよね、うん、ではそれでは VTR をどうぞ。ありました、横浜名物甘納豆。ここですね。すごい、甘納豆といっても一つ一つ大きさや色も違って、こんなに種類があるんですね。こんにちは、ご主人。こんにちは。グラムって書いてありますけど、はい、うちは量り売りでやってます。今時結構珍しいですね。うち、昔85年前からずっと量り売りでやってます。大正12年創業の母屋甘納豆店。母屋の甘納豆は今ではあまり見かけなくなった昔ながらの量り売り。常連さんと思われるお客さんが途切れることなく訪れていました。こちらの甘納豆はどうですか？もうよそのは食べられないですよ。とっても美味しいです。およそのうちに行くときはこれをお土産にっていう感じで、はい、いつもこう買いに行くんだよ。ここは美味しいんだよ。もうわざわざ来ても食べたいですね。突然ですが、甘納豆はそもそもなぜ甘納豆というのでしょうか、ご存知ですか？こちらは静岡の名物、浜名納豆。納豆を塩漬けにし、乾燥させたものです。これに対抗して、江戸末期に東京日本橋で作られたのが甘名納豆。そして時代の流れとともに、甘名納豆、甘間納豆、甘納豆、甘納豆と語源が変化し、皆さんの大好きな甘納豆になったわけです。皆さん勉強になったでしょ。副島豆知識でした。さらに甘納豆の作り方も見せていただけるということで、早速作業場へ。わ、すごいいっぱいありますね。入ってまず驚いたのが、所狭しと並ぶ巨大な鍋。これは7種類の豆をそれぞれ煮詰めるために必要なんです。とにかく柔らかくなるまで煮詰めることおよそ24時間。そして肝心なのがここから、柔らかくなった豆を自家製の蜜につけて煮詰めること2日。時間をかけて作ることで旨味を凝縮させ、艶のある輝きを保つのです。そして母屋の甘納豆、最後の仕上げがこちら。砂糖を上からまぶしました。そして、豆を網の中ですごい揺さぶってますね。これぞ職人技。もう一粒一粒が美味しそうですね。すごい、もう蜜と砂糖が絡まったような感じで。いただきます。中まで柔らかくて、で周りは砂糖なんですけど、そこまで甘すぎないですね。ほんのりとした甘さです。おいしい。こういう手作りでやってるとこって少ないですよね。前はたくさんありましたけれども、今はどん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 減っちゃいまして、数が少なくなってきました。このまま、手作りの味を、3代目だけでなく4代5代と続けていってほしいと思います。手作り85年の味はやはり深かったです。ここを通ったら足を止めること間違いなしです。以上、副島とアドがお伝えしました。はい、こちらのお店無添加ということにこだわってまして、毎朝その日にできた、その日の朝にできたものを朝並べてるんですね。はい、でこちら素材にもこだわってまして、国産の豆を使っています。でこちらが、甘納豆の種類です。全部で7種類ありまして、すべて素材も日本の中で特別にいいものを使っています。すごいな、は
はい、あんなに手が込んでるのに値段が手頃ですね。そうなんですよ、もうすごいお値段がお手頃で、しかも、もうご主人がもう何グラムとか何粒とかもう量はもうお好きに選んで買えるんです ね、 そ う、 ね、はい、そうすると一人暮らしの人でも、はい、そうなんですよ、もう結構、ね、あの他のお店だと袋詰めになってると思うんですね。 それだともう多すぎたりなんか量が自分に合わないと思うんですけれど、ね、こちらでしたら本当自分に合った量の分だけ買えるのですごいおすすめです ね、 ね、結局袋詰めで売ってて、そして量も多くて、で保存を効かせようと思うからいろんなものを添加物で入れるけど、はい、量り売りだったら無添加でできるわけだよね。そうなんですよ、食べたい分だけ買ってきて、また食べれ、ね、食べれるようだったらまた買いに来ればいいんだよね、はい、あのみんな東京とかこう関東の人は気持ち悪がるかもしれないけど、俺とか船津の北海道人はね、あの赤飯に甘納豆入れるんです。そうだね、な、はい、これみんなびっくりするんだよ。びっくりしますよね。でも美味しいの、それがすごい。小豆じゃない、甘納豆は、甘いのよ、うん、そうでも俺たちそれで育ったもんな。だ俺たちだから東京に来てあの赤飯食べた時最初外れかと思った。なんでこれ甘くないんだって思った。ごま塩振らないんですか。ごま塩振るけど甘いからごま塩かけてちょうどいいから、なんか東京で赤飯食べた時にしょっぱって思ってこう、何これって思った。北海道だけかもしれない、うん、この甘納豆入れて赤飯炊いてみたいな。美味しいです。すっごい美味しいと思うんだけど。手作りの甘納豆母屋、住所は横浜市南区吉野町 3-7、うん、電話番号 045-251-5134、 営業時間は10時から19時となっています。定休日は日曜日ですのでご注意ください。続いて地図です。こちら吉野町の2番出口から歩いて30秒です。近い近い、はい、もう本当に近いのですぐだ、はい、でお店もすごい趣のあるお店なんで見たら絶対すぐ分かります、はい、でこちら、予約や発送も行っているのでぜひ皆さん昔ながらのスイーツも楽しんでみてください。んスイーツ好きですか。好きですね。やっぱり好きなんですね。はい、なかなかああいうの自分でこう買ってってことないでしょ。ないですね。甘納豆は法事のイメージ。甘納豆は法事のイメージ、はい、なんか和だとどうしてもね。なんかちょっと分かります。いやでもそのイメージ分かりますよ、はい、いいですね。偏った先生でいいですね。これからの生徒からそういったものも来るかもしれませんけど、はい、そういった時はもう喜んで、あ、食べますね。食べちゃいますよね、はい、どん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 、ね、これ見てたら先生に甘納豆買ってきてあげてください。ぜひ。はい、また違います。ごめん、ま、ダメでしょ、また違いますとか言っちゃ先生に対してごめんなさい。引くのよ。それがちゃんとしたんですか。そう戻してね、そう、ね、むしろもうあなたが間違えたぐらいよし、それぐらいしないと。すみません、私が至らなくて至らないばかりに。そうすみません。はい、どうもお願いします。佐島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。